にちは。のやどや家族チャンネルへようこそ。私たちはのやどや楽団と言います。打楽器という叩いて音を出す楽器を使って音楽を演奏しているグループです。さまざまな音楽の中でもロックというノリノリでかっこいい音楽が得意なんだ。これから3回に分けて楽器を作るところから一緒にロックをセッションするところまで皆さんと一緒に楽しみたいと思います。セッションっていうのはみんなで一緒に演奏することだよ。ぜひ家族皆さんで楽しんでください。まずはのやどや楽団のメンバーを紹介したいと思います。こちらからさとちゃん、かりんりん、はすみ、私はまいまいです。よろしくお願いします。さて、みんなは打楽器にはどんなものがあるか知ってるかな。打楽器にはたくさんの種類があります。その中でも私たちがよく使う楽器を紹介したいと思います。これは大きな木琴、マリンバ。木でできたドレミの鍵盤が並んでいてメロディーを弾くことができます。豊かな響きが特徴です。それから鉄琴の仲間、ビブラフォン。これもメロディーを弾くことができる鍵盤打楽器で、足元にペダルがあって音の長さを調節できるのが特徴です。こちらはカリブ海の島で生まれた癒しの楽器、スティールパン。なんとラム缶から作られています。ドレミがありますが順番がバラバラなのでとても難しいです。これはみんなもお名前を知っているかな。ドラムセットです。さまざまな太鼓やシンバルを一人で演奏しリズムを担当します。のやどや家族チャンネルボリューム1のテーマは自分だけの楽器を作ろうです。みんなにも身近な素材を使って打楽器を作ってもらいたいと思います。今回みんなに作ってもらう楽器はこれだ。フリフリシェイカー。あれ、打楽器って叩いて音を出す楽器じゃなかったっけって思ったそこのあなた、鋭いです。だけどこのシェイカーも本物の打楽器なんです。じゃあせっかくなのでフリフリシェイカーさんに話を聞いてみましょうか。どれどれ、フリフリと振られることでオイラの中に入っているつぶつぶが周りの体入れ物に当たって音が鳴っているんだしゃか。みんな聞こえた？中のつぶつぶが周りの容器を叩いているっていうことだね。それじゃあみんなも早速フリフリシェイカーを作ってみよう。まずは材料を説明します。空き容器、乳酸菌飲料や小さめのペットボトル、フィルムケースなど片手で持てるサイズがいいと思います。大きいのが作りたいというお友達は両手で持って振るのでも OK です。蓋がついている容器がおすすめです。中に入れるつぶつぶ、砂やビーズ、ポップコーンの素もおすすめ。粒の素材や大きさによって音色が変わります。後ほど詳しく説明します。デコレーション用のシールやマスキングテープ、ペンで絵を描いても楽しいですね。それでは作り方を説明します。まずは容器とつぶつぶを用意します。
粒々の種類によって音色が変わるので、いくつか紹介したいと思います。聞き比べをしてみましょう。どうでしたか？ぜひお気に入りのものを見つけてみましょう。ビーズも粒の大きさによって変化を楽しむことができますよ。次に粒々の入れ方についてです。このように容器いっぱいに粒々を入れてしまうと、粒々が動けなくなって音が鳴りません。小さめの容器であれば手のひらいっぱいくらい、大きなペットボトルなどであれば、そこから3センチくらいを目安にしましょう。このように少しずつつまんで入れていきましょう。細かいものはこうして紙でくるっとロートを作ると入れやすいです。時々容器の口を塞いで少し揺すり、音の鳴り具合を確認しながら量を調整しましょう。納得のいく粒々の入れ具合になったら、振った時中身が飛び出ないよう蓋をします。しっかり閉まっているかよく確認してから振りましょう。蓋がない場合はこのように口の部分にマスキングテープを貼るなどして固定しましょう。最後にお好きなシールやマスキングテープでデコレーション。愛着が湧きますよ。これで世界に一つだけオリジナルフリフリシェイカーの完成です。みんなできたかな？次回はこのフリフリシェイカーの演奏の仕方を説明します。そして私たちと一緒にセッションする曲の練習をするよ。このフリフリシェイカーを手元に用意してみてくださいね。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。